だっけ、だだだだけです。はい、ということで、今回なんですけども、はい、最近の購入品をドドンとご紹介していただきます。最近の購入品ですか、大事、はい、久々にですね、最近やってなかったもんね、はい、ドンと、まあ3点なんですけど、おちょっと大物が、大物がありまして、なるほど、いっちゃいます、ということで楽しみですね、それは、まず、はいはい、靴からいきましょう。 おしゃれは足元からあら、まあ、最近なんか、はい、多いかな。そうだね、今年になって2足目です。まあなんかそうだよね、はい、なんかニューバランスが入ってる気がする、ね、多いのかどうかわかんないですけど、よいしょ、およいしょ、おグレーの箱ですね、はい、おーい、おーおーおー、これね、はい、どうぞ、はい、おー、はい、ということで今回購入したのがですね M2002RMX、合ってるかな、こちらですね、まあ、いわゆるこのね、ミュールタイプっていうんですか、なるほど、サボタイプのスニーカーを購入させていただきました。こちらね、たまたまこのお店にね、来ていただいたお客様が履いてて、その場で、あ、ポチったんだ、ポチりました、マジで、はい、その場でポチりたいでした、マジで、はい、いや、正直ね、このぐらいで探してたんですよ。新しくない、はい、ニューバランスってこんなのあったんだって感じ、そう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 、俺的には、で、結構最近、僕、どういうパンツ、かなり履くようになったんで、僕、リフォメットとか中心ですね、その辺との相性も間違いない、まあ、少しボリューム感もあるし、はい、スニーカーしたで、まあ、色味もグレーで、ちょっとこのバッグのね、高級感ある感じに、ちょっとメッシュのこの遊びの感じですね、うん、これもやっぱ紐じゃないね、はい、そしてそうね、紐なしなんですよ、うん、これまたこの顔が、面がちょっと独特なんですけど、まあそうだよ ね、あんまりないかもね、こういう感じ、ね、で、このね、外側は結構ねちょっとハイテク感がある、あーめっちゃソールね、はい、ソールになってるんで、ね、まあ、この辺のデザインも個人的に気に入ってます。内側とちょっとね雰囲気違うんですよ。そうですね、はい、これがこのモデルの特徴かな。で、お値段なんですけども、こちらですね1万5000円ぐらいだったので、まあ、手に取りやすい、なるほどね、アンダー2万円ですか、アンダー2万円、まあ、っていうか、まあ、税込みってもそのぐらいだったんで、アンダー1万5000円っていう形かな、いや、いいんじゃないですか、そういったものともすごいいい買い物だなと思って、こちらで購入させて、まあ、こうしつつあるとね、いいよ、膝って時にね、はい、あ、最高ですね、はい、ということで、今回ね、まず1点目がですね、こちらニューバランスの、スニーカー購入させていただきました、はい、続いていきましょう、続いてね、はい、大物がある、続いてから、はい、続いてがですね、はい、こちら、うわーい、させていただきました。あれが好きなやつやお前、はい、まあ、ただね、高尾さんもね、デニムも何本買うんやっていうぐらい買ってるんですけども、僕もね、結構やっぱ好きで、はい、今回ね、パンツ購入させていただきました、はい、で、このモデルがですね、うん、カンタータの1955トラウザーってですね、まあ、いわゆるその1955年のリーバイスのモデルですね、うん、なるほどね、をモチーフに作られてるタイプです。で、このデニムの一番の特徴がですね、サイズ40インチの、うん、アイテムをウエストだけですね、言ったらこれ今32なんですけど、32インチにしたような、結構じゃ太いんだ、デカバキ、なるほどね、デカバキのアイテムとなっております。なるほど、結構じゃ渡りとか全体太いけど腰だけ、そうなんですよ。で、ディテールとかはその、まあ、55年のモデルを参考にですね、うん、作られてるようなアイテムとなっております。なるほどね。で、はい、このトップボタンが水牛のボタンになってます。あ、ちょっとここが水牛なんだ。そうなんですよ、普通そういうあれじゃないんだね、うん、で、細かいディテールはもうね、その辺のやっぱりリーバイスのディテールが盛り込まれてますね。なるほどね、はい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 、なるほどなるほどなるほど、これはたまらないですね、これは。でですよ、生地こちらもね、アメリカの長所ね、使ってます。出た、はい、まあ、サファーキン、サファーキン、はい、いや、いいですよ、サンファーキンは本当に僕も好きなレンズなんで、ね、その話したら急に、うん、あ、サンファーキンなんだ、あ、なるほどみたいな、急にね、テンション上がってたんで、お値段がですね、3万9000円税別なので、うん、4万2900円となっております。ぜひ、まあチェックしてみてください。まあまあまあ、この後試着します、実は、はい、はい、お楽しみに。はい、そしてですね、うん、最後のアイテムなんですけども、はい、おいしょー、こちら、カンタータのですね、うん、おジャケット、これそういうことね、はい、セットアップです。これ2つが大物です。先のお値段から言いますと、こちらのジャケットが6万8200円税込みなので、2つで10万超えのアイテムとなっています。デニムのセットアップで10万はもう、めっちゃかっこいい。
これね、なんかね、原宿で僕たまたまね、おそらく俺デザイナーさんだと思うんですけど、あ、そうなの？見てて、これを着たデザイナーさんで、おそらくこのモデルだとは思うんですけども、そうなの？この印象がすごくあって、うん、当時からね、カンタータすごくね、チェックしてたんですけども、うん、これはね、やっぱね、いいなとずっと思ったんですよ。憧れだったんだ、ある意味サードモデルのこのデカさ。いや、そうだね、ね、結構見幅あるの、なんかね、あの557ってあるじゃん、そういういわゆるサード、うん、これ558をモチーフにしてるみたいな、なんか丈とか袖が長くなってるモデル、あ、そうなんだ、をモチーフにしてるんで、まあ、こんだけね、どでかいアイテム。いや、相当でかいサイズ感だよね。これね、一応サイズで言うと48なんで、多分一番でかいじゃないですか。まあ、ね、大体48あるしね、ちょうどいい。いや、僕はやっぱね、腕とか長いんで、あ、最高だったっす。ね、正直試着して、まあ、この後着るんですけど、もう最高にね、これ僕のために作られてるやんってね、勝手に、あ、それぐらいいいんだ、はい、思っちゃうぐらい。はい、まあ、実は言うとですね、こちらに関してはですね、あの今回、まあ、購入しましたと言いましたが、僕このお店オープンしたいわゆるですね、なんと僕の兄からプレゼントしたいただいたのでブラザーが大切に長く着てきたなと思っております。そっからすぎるじゃない、ね、いや、ありがとうございます。まあ、ただね、このお店をしっかり頑張ってくれるというところ、なるほどね、期待込めてのなんで、しっかりと新規で働いていきたいと思います、はい、ということで試着していきたなと思います。お願いします。楽しみですね。はい、ということでいかがでしょう。いや、なるほどね、これのために買ったみたいな、なるほどね、感じになってますね、すべてが愛情してるわけね、すべてがね、はい、靴にですね、2002のこのミュールタイプ、いや、マジ楽、そんないいんだ、いや、マジ楽、多分ね、こういうね、お店の作業とか立ち作業してる人にはね、うん、すげえいいんじゃないかなと思う。本当に、そう、それぐらい楽、そうそう、履き心地もいい、履き心地もめちゃめちゃいいです。はい、で、パンツ、どう、この太さ、結構太いね、確かに、やばくない、これいいなと思って、こんな太い持ってなかったんで、僕も、あ、そうなんだ、はい、デニムで言うと持ってないよね、意外と、意外と、結構細いからさ、基本的に、ね、デニムはね、そうそう、でも結構ね、本当はね、詰める方もいるんですけど、うん、今の段階だとこのまま行こうかなと思ってます。あ、現状ね、現状、このクッション感じでね、クッションバチバチ、まあ、ちょっと詰めてもいいかな、ちょっと悩んでます。なるほどね、コメント欄で教えてください、どっちがいいでしょうか。はい、で、トップス、はい、もう見てこれでかいね、完全に俺のサイズじゃん。まあそんなにでかくない、確かに着丈長いね。なんかさっきね、俺の、ね、商品ページ見てたんだけど、うん、袖をラフにまくってくださいみたいな、うん、書いてたんだけど、あ、それぐらい大きく作ってんの。そうそう、うん、もう僕ほぼピッタです。ちょうどいいじゃん、うん、ほぼピッタで、こんな感じでね、めっちゃよくない、ね、めっちゃいい、結構新鮮感、めっちゃいい。まあ厳密に言うとね、なんか生地ちょっとね違うらしいんですけど、うん、まあ全然セットアップに切れちゃうよー、うん、全然、こんぐらいはもうね、すぐデニムなんて着込んでいったらこんぐらい差出てくるんで、全然着れるのかなって思ってます。なるほどね、はい、はい、いかがだったでしょうか。いやいいね、いやカンタータのね、まあ、本格的なこう素材から再現度というかこだわりプラスにこの遊び心、うん、その辺がね、もうドタイプ、ちょうどいいんだ。前々からね、それこそコロナ前ぐらいから気になってはいたんですけども、うん、まあ、実際にね、こうやって買ってみて、はい、なんで俺もっと早めに買わなかったんだろうって思うね。なるほどね、すごいタイプな商品ですね、巡り合っちゃったんだね。正直ね、カーディガンとか、まあ、値段はそんなに安くなかったんですけど、まあそうだね、本当になんか男心というか、僕らの心をくすぐられるね、服好きの心をグッとつかむんだね。 そこがね、いっぱいあったんで、うん、今後もね、ちょいちょいこう集めちゃいそうな、カンタータにちょっとハマりそうな気配がしますね、これは。なんかマンションのみたいになってる。まあ、全然そんなことなくて、うん、本当に自分のなんかめちゃめちゃタイプなブランド、久々にね、こうやってセットアップで買うなんてね、久々になかなかないね、出会えたかなって思っております。うん、しっかりね、大切に、そう、大切にしてください、本当に思います。はい、まあ、今回ね、本当はね、セットアップで買うってなかったんですけど、うん、僕の兄がね、プレゼントこれでセットアップで、はい、そういう兄貴一人ぐらい欲しいよ、俺もう、どうぞ兄貴なんでね、僕長男の弟に。はい、本日は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。では皆さん、またお会いしましょう。バイバイ。